同士マシマシデリー、借金。今日はね、川口市に来てるんですね。ないです。いやいや、なんもないのよ。面影ないですけども、今日はですね、ゲストが来ております。この方です、どうぞ。あ、どうもどうもどうも、奈良岡莉子です、よろしくお願いします。奈良岡莉子です。奈良岡莉子ですって言われても、そんな仲良くないんだけど。あ、まあ、あの同期だから、出ただけであって、別に友達とかじゃないんで、本当に勘違いしないで。元ボタンダヌーディー、誰が知ってんの。これチャンネルを始めて4年経つんですけども、女性が映ったことが一度もないというね。やだ、やぼったいチャンネル。ちょっと今日はチャンスがあったということで、鷹の目に一緒に行っていただけるということ。私、川口が地元だから、地元にできたラーメン屋さんで久しぶりにすごい行列になってたから、おやおや、ちょっと気になってたのよ、ちょうど。そうだよね、うん、でも川口といったら我々がこの前まで住んでた。まあ、そうね、そうなんですよ、うん、だからちょっと接点も多いということで、じゃあ一緒に行こうということなんですね。というわけで、ちょっと早速行っちゃうかい。ごめん、これお決まりのフレーズ全然知らん。いやいや、全くない。あの、いや、これ行かないパターンないから、これでちょっと締まり悪すぎじゃない、オープニング。行ってみよう、行ってみよう。私が締めちゃって。はい、というわけでここから、味噌さんじゃないですか。9元味噌煮込みっていう名前で現奈良岡煮子。奈良岡煮子、ということでね、はい、お互いにゆかりのある川口にできた、うん、川口も懐かしいよ。そうなんですよ、懐かしいね。この像はちょっとあんまピンとこないけど、東京店の像あったんですよ。あ、そうなんだ、お店がめっちゃ変わってるからね。まあそうだね、日の矢カレーだったりしましたから、ね、うん、というわけでね、基本メニュー、ラーメン、混ぜそば、そしてつけ麺がまだ始まってないということでね。あ、なるほど。まだあの行った時は1ヶ月経ってないんで、オープンしてから。はいはいはい、さあ、そして僕が今回頼んだのはですね、うん、こちらに あります、うん、あ、ちょっとずれてるけども、ラーメン大を、大、うん、はい、頼んでおる。どんなのが来るのかというと、うん、こちらです。ちょっと仕様を変えている、眩しい。うわ、すごい。おお、そういう感じか。と、来ました。 ありがたい。あ、そうですか、うん、ありがたさがあるよ。 SR 確定してみたいな。ガチャガチャで、唐揚げ別皿のふかましまし、で3人で合わせたのがこんな感じですね。いやいや、スケジュールとして、ね、スケジュールとして、真ん中僕ラーメン台で、両者はミニを頼んで、混ぜそばも、そうです、たくさん混ぜそばの回転ですね。さあ、というわけでいただきますね。まずは豚ちゃんから行きましたが、ね、この丸々とした豚、今回は1枚追加してますが、ふわふわです。これはマジうまいっす、すごかったね。2枚追加にすればよかったという後悔もありますね、うん、これね、返しが奥まで染み込んでんのね。そう、あの、すごく丁寧な作り方をされてるというのが、もう割れちゃってるぐらいのね。そう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 、なんか伝わってくる豚さんでしたね、ぜひ追加してほしいですね、そして油野菜ですね。油もめちゃくちゃ入れてくれたのよ。ほんほん、作ってるとこ見ましたけども、うん、大量にかけて、もうふりかけぐらいかけてくれても、かけてくれるね、本当にすごかったね。マシマシ度もこれ大盛りの、さらにマシマシですから、はいはい、結構な量いってくれましたね。標高が高いから、ね、あと器がそうでかいから、どんどん持ってくれるというのもね、嬉しい点でしたが、鮭野菜、うん、ね、あのスープ薄まらないうちにどんどん食べてですね、まずはこう野菜サラダで胃腸を整えるというのが、ね、そういう効果、まあ、先に野菜を食べるといいね。俺流ですよ、言いますね。そうしてきました、うん、早速スープいっちゃってますが、これ乳化してましたが、うん、ね、それの甘みではなくね、また返し強いんですね、うんうんうん、結構醤油が深くまでいって、うん、あ、2個も2個2個しますけど、ね、しかし、女性のラーメン食べてってくるのポニーテルはいいですね。あ、ね、まあまあまあ、確かにね、確かに、今のところ結構奥が気になっちゃってる方もいると思いますけど、あ、確かに、いいですね、あ、まあ、これ麺ではね、ミニ、小、大とありました。小とミニとあるんで、ちょっとか、あ、間違いないです、ね、2個間違えてました、小がだから通常みたいなことな、そう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 、佐々木さんはプチですか。そうですね、ミニか、まあ、ほぼプチですけど、まあ、ミニです、僕もギリミニね、ミニ書いてらっしゃる、麺が自家製麺で出していきます。うわー、これうまいよ、本当に。もう湯気が逃げない、なんかもうね、ずっと熱がこもってて、おー、湯気が逃げない、湯気逃げてたけど、深い熱が、ね、深いコメントを今日はされていく。いや、なんかずっと維持してるんで。あー、はいはい、まあ、オラつき度の高い麺でしたよ、はあ、すごく、ね、誰にやった今。あ、向こうのカメラでね。あ、カメラか、カメラか、店主さんやったらどうしたの。奥にカメラ、2個カメラがあるよかった、
もう暑いんでね。あ、ちょっと脱いじゃったよ。脱いじゃってます。ららここからが本領発揮ですから。あの誰の？あの食べるぞっていう本領発揮ね。あ、そういうことね。そう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 。食い切って、あの野菜食い切った後の麺だけすする気持ちよさをぜひ体感して。ここでですね、特茶。特茶ね。これ店員さんがね。カロリーゼロになりなさいって言ってくれたの。いや、ご好意でくれたんだけど、そんなセリフは出なかったね。出なかった。勘違いか。チャラになるよって言って、でね、そんな言い方しないんだよな。ニンニクを増していくね。スープすごい美味しかったんで、別に入れないでも美味しいかなと思ったんですけども、やっぱり入れていきましたよね。そこは、ここはマイルドニンニクですね、で、ちょっと奈良岡さんを見たいなってしてもいいんだけど、特茶でね、ちょっと隠れちゃって、これやらかしましたね。これ、それで、でもイージーミスやってしまいましたが、しょっぱレベルは 3.5 というか、 3.5 でも隠してたもんね。何のコラボの必要があるんだろう。いやいや、そのうち特茶は出ますよ。ほんと同席してるだけだもんね。いや、これ特茶コラボだよ。いやいや、そっちだったんだ。そのうち、ここでね、ニコ情報。もともと私アパレル店員だったので、なんか最初洋服系のそういうなんか女子向けにやってたんですけど、私そのスタイルめっちゃいいんですね。自分で言うんですけど、めちゃめちゃチチでかくてこんな感じなんですけど、水着のレビューとかの仕事が来るようになってきて、なんかちょっとグラビアみたいな YouTube とかもちょこちょこやってます。チチ情報。ニコ情報というよりは、まあ普段の活動というか、まあマシマシというかね。まあそうです、まあ、そうだ、そこがマシマシだったね。マシマシだったということで、自分で言ってたもん。唐揚げ、まあ G カップらしい GK ということでね。はい。唐揚げを食べていきますけども、スープに浸透してないね、僕食べ方好きなんで、サクサクと。ああ、確かに食感がね。そうそうそう。僕好きなんで、ふやけないように食べるの好きなんですね。おや？さあ、そして一瞬マスタードかと思いきや。一瞬思ったよ。お酢です。はい。まあ、特茶とお酢ねと同時に摂取しちゃったらもう本当何も食べてないのと同じだよね。ガリガリじゃん。で、お、早い。仲良くごっさんということでございましたが、ザキさん今早いと言ったのはザキさんが一番遅かったんです今回。完食が、先に食べちゃってるんでね。ザキさん今度一口ラーメンですよね。あ、いや違う違う違う、はい。だったらそれ才能だけど。そうだね、めっちゃ遅く、一口で食いたかったぐらいですよね。まあ、マシマシレベルは 90.4 ということで、なかなか高いございました。なるほど。はい。川口の青色郎さん以来の二郎系のオープンということだもんね。だからもう数ヶ月間何なかったんだ。何もなかった。川口住みの何もなかったわけじゃないんだけど。あ、まあ、そうですか。二郎好きの川口住まいの人だね。あ、まあ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 。洗ってらすると。ついにできて、でしかも、ね、この日ね、やっぱ行列してたの。しかもあの雷雨とかもあった日だったから。結構なんか行きづらさもあったのに、もうそんな関係ないっつってみんな並んでた。確かにね、すごかったね。そう、で半分女性だったら並んでた。あ、そうなんだよね。そう、それが驚いたね。なんかだからお店の清潔感とかでも結構あの引き寄せてるの、入りやすいのかな。そう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 、そうなん。というわけでね、私としてはこれつけ麺が始まったらまた行こうかなと思ってますので、ぜひとも高野さんよろしくお願いいたします。はい、あ、ニック奈良岡ニコチャンネルもよろしく。ごち、you